今いくつでいらっしゃるんですか？83、太極拳のおかげです。体に合うんですよね、やっぱり柔らかい動作ですから、はい、石川県の太極拳人口はおよそ1000人。体力づくりなどを目的にシニア層を中心に人気を集めています。こちら加賀市の太極拳サークル聖拳クラブには60代から80代までの12人が週に一度集まります。クラブを率いているのは講師の中園久美さんです。やっぱ太極拳は楽しい、体にいいし、損がない。今後続けていくには。今回は加賀のカンフーレディ中園さんとその仲間たちを訪ねます。中園さんは太極拳っていつ頃からやってました？40歳から。40歳、はい、で母がやってた太極拳をやりたいなと思って、たまたまこちらで教室があったので。はい、でもう何年になるんですか？言うんですか？年分かるんですけど。そうね、失礼ね。いや、ね、全然失礼じゃないんですけど、ちょっと計算がもうすぐ30年。あ、かれこれね、もう太極拳や始めて30年。太極拳っていうのはその9なんですか？段とかじゃなくて。あ、9があって、5級から1級まであって、1級から段ですね。初段、2段、3段、4段。4段、はい、4段まで。いや、今はね、微妙に5段まであるんですけど、まだ5段は試験受けてる方いらっしゃらないですね。今できたばっかりです。あ、できたばっかり。4段がなんか多くなったので。へー、はい、中園さんは今4段。4段。ということはもう一番上ってことですよね。いや、上って言わないでください。まだまだですから。はあ、やっぱ太極拳は楽しい。楽しいっていうか、やっぱり、なんていうのかな、体にいいし、損はない。今後続けていくには。そんな体にいいんですか？体にいいと思いますよ。教室ではね、本当に高齢の方、88歳、83歳、85歳の方いっぱいいらっしゃいますし、結構もう皆さんピンピンしてらっしゃる。そうです。もう私の大先輩がいっぱいいらっしゃいますし。後ろ体重、前足チョン。チョン。はい、後ろ足。あ、後ろ。前足。はい。後ろ足。前足。はい。ここでもう少し低くなって、それも足後ろにして。じゃあ。前足、体重かけない。前足、体重かけない。体重かけない。いつでも上げれる状態。はい。つま先チョン。チョン。そう。ここ後ろ。後ろ。前足上げる。これです。いや、なんかもう、足のあちこちがもうパンパンなんですけど。そう、それでずっとやります。これだから、これをその皆さんやってらっしゃるんですか、普段教室で。はいはい、これをクリアしてやってくださいっていうふうにしたり、あとは皆さんで交流会やりましょうって言って、みんなで集まって今習ってるのをみんなに発表しましょうって言って、やっぱり楽しくないとね。私たち聖拳クラブ、加賀市大聖寺の聖拳クラブは今年結成30年。積極的にコンテストに参加するなど、メンバーにはアクティブな方が多いのが特徴です。今おいくつでいらっしゃるんですか？今88を超えたとこです。米寿を超えたところです。ああ、お元気そうで。いや、 やっぱりね、中園先生のやっぱりこの指導がいいから、やっぱり上達しようと思うと必須、やっぱり一つの闘争心があるから、県大にもこの年で持たさせてもらってるし、すごいですよね。今おいくつでいらっしゃるんですか？83。83、もうすぐ4になる。あら、お元気そうで。いや、太極拳のおかげです。やっぱり太極拳やってると、その体も柔らかくなってくる。私の場合はね、他の人は知らないですけど、リハビリで始めたんです。そうなんですか？4年前に脳梗塞になって、全然とは言わないですけど、普通にはもう
行けますね。そうなんですか、うん、ちょっと走れませんけどね、うん、ゆっくりゆっくり、まあ、足に力がかかってて、でそれがリハビリになってると思ってるんですけど、体力作りにリハビリと始めた動機は様々です。今は来月京都の平安神宮で開かれる奉納太極拳演舞に参加するため猛練習中、皆さん一丸となって取り組んでいます。やっぱ行かれる方っていうのはじゃあもうこう今練習にも熱が入って、そうですね、平安神宮の正面の砂利のとこですね、全国から来られるんですよ、募集して。あ、日本全国から、はい、日本全国から。それだけやっぱり皆さん楽しみにしてらっしゃる。そうですね、やっぱりこうやってる最中っていうのは何かこう考えてるんですか。力を抜いて見てる人にも気持ちよさが伝わるようにはっていうのがやれればいいかなって、まあ私なんかねもう60過ぎてますからもう今更あれですけど、やっぱさっきねちょっとやらせていただいたもうちょっとだけでもこう、いや、この業界っていうかこの太極拳の中では60歳は若いです、ね、あ、若いんだ。若いです。で上と下を意識して上引っ張られてる、地球の真ん中の磁石引っ張られてる、でここリラックスして OK、 あ、もう素質あります。ありがとうございました。引っ張りたい